どうもドーナツピーナッツです。お願いします。僕ね、将来こう師匠と呼ばれる芸歴になったらね、弟子を取ってみたいなと思うんですよ。あ、師匠って呼ばれるようになってから弟子を取るのはいいやん。だらだら喋んなよお前、間抜けやと思われるぞお前。何やぞ魂吸い取られたみたいなお前。いやでもさ、アホな弟子やったら嫌やな、ね、アホな弟子。そうな、挨拶もできんし楽屋掃除もできんみたいな、いやでもそういうやつでもこう一人前叩き上げるのがこう師匠の役目やん。じゃあちょっと今からアホな弟子やるけん、ちょっと師匠として接してみて。あ、師匠やってみようか。師匠が朝楽屋入るところ、あ、劇場出番で来るとこからな。オッケーオッケー。ういっす、はい、おはよう、ういっす、みんなおはよう。師匠、お邪魔です。今日も師匠に聞かせていただき、勉強させていただきまして、よろしくお願いします。一言一句聞き取れんわ、お前。なあ、ヒンドゥー語喋っとんか、お前。なゆっくりでいいからさ、はっきり喋れよ。師匠、お邪魔です。ベロ捨てたんか、お前。滑舌がおだぶつしとるよ、お前。なあ、しっかり喋れよ、お前。はい。ほんで、お前、その楽屋の掃除したんか。あ、はい、え。いや、その楽屋の掃除したはい、え。そのはいといいえの間やめろ、お前。分からんから。はいかいいえかはっきり答えろ。楽屋の掃除したんかって。いいえ。しとらんのかよ、お前。何を胸張っていいえとか来いとん、お前。ちょいちょい。なあ、しっかり楽屋の掃除しとけ、明日から。チャイ。もうチャイはインドの紅茶や。ほんで、なんやその返事先からチャイて。ちょいちょい。ほんで今日出番終わったら、お前飯連れてっちゃるから。あ、ありがとう。うなぎ食い行くぞ。あ、うなじ。ちょいちょい。うなじは食わんぞ。誰が人の首猫かぶりつくん、お前。うなぎや、うなぎ。うなぎや。なんやそれ、うなぎ。お前、19時に行くからその予約入れとけ、お前。あ、わかりました。電話して予約入れろ。もしもし、お前うなぎ屋。敬語使えや、お前。うなぎ屋や。誰がおらついとん、お前。あ、すいません。父ちゃん、予約の名前ドーナツでよろしいですか。いや、そ、芸名で入れんなよ、お前。向こうがドーナツですかってなるやろ。あ、やっぱもうその、こういう時当たり障りない、もう適当な名前で予約入れとくんですよ。あ、予約の名前、びしょ濡れマンション2で。適当すぎるわ、おい。なんや、その2。1も知らんぞ、お前。びしょ濡れマンション2。聞き直されとるやん、お前。なんや、それ。慌てふためいてました。そりゃそうやろ、お前。19時に、お前、びしょ濡れマンション2、こうやって2人来るんやから、お前。何がおもろいお前。なしとお前。いや、そう、市長のチェッコミが面白くて。ツッコミや、お前。なや、チェッコミで、お前。韓国料理か、お前。韓国料理ではないやろ。なしとお前。おい、誰が市長にこれパンチして突っ込んだ、お前。ほぼパンチやったけ。あ、市長、相談がありまして。なんや。女紹介してもらっていいですか。するか、もういいわ。どうもありがとうございました。